こんにちは。一人なんですけど、ランチしたいんですけど、いいですか。どうもこんにちは。おすすめはひもかわ丼セット。おすすめの中で特におすすめは、よく出るのは通常のひもかわ丼に豚ヒレのソースカツ丼が出ますけど、じゃあそれでいきます。はい、ありがとうございます。おうどん、温かいおうどん、冷たいおうどんとか。あ、冷たい方がいいね。はい、サイズの方を選びいただきたいんですけど、はい、お写真に載っているものが小と小の組み合わせになっておりまして、だいたい中と並が1人前の量になってますが、まあ中と中だよね、俺は。中と中で。中と中で。はい、ありがとうございます。はい。失礼いたしましたら、サラダもしくはドリンクのみでしたら、はい、サービスになるんですけれども、いかがなさいですか。はい、じゃあサラダください。サラダセットで。はい。はい。偶数同士かゾロ目、はい、ああ、なるほど。偶数とかではダメなんですけど、はい、残念ですね、奇数同士なので。全然ダメじゃん。すみません、またなくて。こちらオートに入れていただく薬味なんですが、こちらのごま油を途中で入れていただきまして、ごま風味に味変わりますので、お好みでお試しください。失礼いたします。Thank you.
どうもごちそうさまです。はい。はい。どうもごちそうさまです。ありがとうございます。よし。ひもかわうどんは冷たいのとあったかいのはどっちの方が出るんですか？時期でやっぱり違うんですけど、今はやっぱ冷たいのが多くて、で、まあ、今はもっとあったかいのが多いんですけど、めんつゆがちょっと違うんで、まあ、今召し上がったつゆ冷たいのはお蕎麦屋さんみたいな濃い口のめんつゆで、あったかいのは関西っぽいちょっと薄口醤油を使った麺つゆになっているので、麺の表情も冷たいのはコシがあるという感じだと、あったかいのはちょっともちもちした感じに仕上がるので、ちょっとも言えないんですけど、はい、でもあったかいのはやっぱり好きな人は夏場でもあったかく食べてるので、あ、両方食べてみたいそうですねわかりました。はい、はい、また来ます。はい、どうもありがとうございます。はい、ごちそうさまです。